湧かない駅です。中入って来れる道があるので入ってきました。今市街地の40号線でない方を通ってこっち駅に向かってきました。なんかね、この辺でラーメン食べたことあるんだよね。それなりに美味しかったかなって。ここです。なんか線路がね、昔はありましたよっていう稚内駅です。吉永小百合が出た何だかのカナリアだとかっていう映画が昔あって、そのポスターなんかが貼らさっています。で、その撮影場所はなんか保存されています。はい、こうですね。で、右の方行くと舗装なんだけど狭い。はい、そんなんで、そして北防波堤ドームがこのようにあるんだよね。私の友達がね、こっちの方に勤めてたんだ。天城教育委員会ね、最後入るんだけど、あのね、何してたかってね、あれだな、昔ね、飛行機がね、ロシアがね、大韓航空機かな、この沖で墜落されたんね、撃たれたんだ。それの鎮魂の何かね、そういう灯籠なんかがこの北防波堤の下をずっとそういうのを並べて、なんかね、霊を弔う、そんな行事はね、今もやってるようですよ、お盆の頃。はい。